ウストマガリンです。本日も折り紙キング続きやっていきましょう。今回はね、この塔のなんか目を探すところからやっていきたいですね。で、そのヒントが、これはもうやったよね。2つ目、波の壁に囲まれた炎の下に瞳は眠る。針をまとう双子の足元に瞳は眠る。水の上の太陽が全て隠れるその下に瞳は眠る。っていうのがヒントで、まあ、そこを探していきたいんですけど、オリビアちゃんのヒント聞くとね、ほら、まずお祈りをしろって言ってんのよ。だから、あの歌ってた場所にもう一回行きたいと思います。と、その前にこのキノピオを助けたいと思います。引っこ抜いていいですか、これ。引っこ抜きますよ。あ、引っこ抜けた？ゾンビじゃないです。危なっ！危なっ！え、このドクロマークなんなんこれ？いいの？よいしょ。お墓じゃないです。危なっ！よいしょ。キノコじゃないです。キノコだろうが、お前は。嘘をつくな。あ、なんか出た。あ、これもキノピオなんや。ちょっと待って。危なっ。オッケーオッケー。よし、これやね。ここでお祈りできるようになったんかな。じゃあ、もう一回やってみましょう。では、リクエストお願いします。あ、壁画の呪文ってやつ増えてる。ん？ドキドキ準備はオッケー。オッケー、神様にお願い、力をちょうだい。ふふふふ、ハートにファイヤー炎上しちゃうわ。それ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 、神様聞いてる、気持ち届いて、あなたのそばへ行きたいの。イエー、オリビアちゃんアイドル、かわいい。あ、なんか紹介出てきた。え、これ、岩。おうおう。え？え？あ、なにこれ。生き物かと思った。これは、神に会う儀式が成功したということか。あ、で、先に日神ってこと？いやん、おっきなお口開けちゃって。なんで恥ずかしがんねん。私の歌と踊りがそんなに良かったのかしら。照れるー。え、ここで日神か。ああ、マジか。あの目先集めるんじゃないのか。うーわ、熱そう。岩の中にこんなすごい遺跡あるんか。鳥さんの口の中はなぜか火が燃えてます。ファイヤーです。あ、どうした？マリアさん、私、火でひらめいちゃった。あの壁画の歌の踊りって確か神に会うためでしたわね。ってことは火を司る神様、つまり、ここには日神様がいるのかも。なんだって？そんなこと全くわからなかったぜ。知らんかった。実は知ってた。ごめん、嘘ついた。行くぜ。ん？どうした？うーむ、火の神と古代人は特に関連性はなさそうだな。それでも私はマリア君と一緒にここを探索すべきなのだろうか。私が火傷を負ったりして足を引っ張るのも不本意ではあるな。マル先生、お疲れみたい。おオリビアちゃんが空気読んだぞ、初めて。オリビア、お前空気読めるようになったんか。やるな。それでは突撃。うわ、何これ。え、これジャンプでいける？おお、何。あ、正解のところ踏んでいけって。これ全部踏まなあかんのか。そんなことはないな。オッケー、こう、こう、あ、どうやったっけ？こう、こう、ほんでここは Z を書くように、なんでやねん。こう、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 で、ここは Z を描いて、はい、ナイスー、セブ。もう中入ってないかな。入ってないか。お、パタクリボ、パタクリボちゃうわ。パタパタノコノコ。これ、うわ、危なっ。初めてやな。いや、こいつ強い。あー、強そう。マジか、先手取られたな。9。なかなか食らうやん。あ、メット出てきた。これ初めてやな。これは、リング操作2。あ、とか、ハンマーが効かへんから、盾で揃えやなあかんのか。なるほど。あ、じゃあこれを、こうで、いいよね。よしよし。ほんで、パタパタは、
キラーアイアンでいけるか。これでいきまーす。よいしょ。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、強い。さあ、残りメットは、ゴールドハンマーでいけるかな。そんなに強くなさそうなんだが。はい、ナイス。余裕。よし、右行ってみるか。今回は、ひがみ、討伐までいけるかな？ん？うわ、めっちゃおるんやけど。え、これ戦わなあかん？うわ、閉じられてんけど、マジか。帰る道もなくなってしまったな。ん？なにこれ、毒ちゃん。うわ。ちょっと待ってや。燃料つけられてんねんけど、こいつ。石油？うわ、お前、こけるんやけど。ちょ、こかして、ここで倒す。そういうことか。オッケーオッケーオッケー。戦闘っていうよりは、そういうミニゲーム的な、そういうことな。おっしゃ、任しとけ。ほら。ほら。危ない。よいしょ。俺、神やから燃えるんやって、めっちゃ。それはやばいって。残り何匹？残り2匹か。オッケー。来いよ。ほら、来いよ。はい。オッケー、残り1匹。ほら。ほら。ナイスー。よし。ん？あ、回復か。ナイス。結構体力減ってたから、助かる。基本的には一本道か。キノピオもおらんしな。こんなとこにキノピオおったら、暑すぎて、熱中症になりそう。この右は、なんかありそう。ちょっと待ち、ちょっと待ち。いけるこれ。いや、無理じゃね？飛び越えられる？あ、飛び越えられるわ。危な。ちょっと待って。何？え？しゃっくりして消えていってんけどな、あいつ。あ、なんかある。これは、なんかあるんじゃね？足元に。ないか。ないか。またなんかね、隠しはてなブロックがあるかなと思ってんけど。ないな。おっしゃ！こいつは何もせえへんのか。笑うとるだけか。そうっぽいな。ほんで、あ、これか。あった。ナイス。ゲット !1000 コイン。はい。よし。こんなとこにベンチ？嘘やろ。まあ、いいか、休憩するか。ベンチ前で暑いですわ。まあ、逆に元気出ますけど。焼きベンチやな。で、次のあいつが行ったら行こっかな。ん？こうへん？あ、こうやんなった。あ、来た。なんかあるそう。ない？あ、なんかある、なんかある。こうか。よし。キラキラアイアン、ナイス。で、ここ、待って！よいしょ！埋めて、はい。キノコ、ナイス。あ、向こうにもハテナがある。取らなきゃ。よいしょ。よいしょ。オッケー。あ、なにこれ？アイスフラワー。あ、ここでさ、ちょっと待って。ここ火やんか、敵。やから、これ、アイスハンマー、弱点なんじゃね？何これ？虹色や。え、キラポイ投げハンマー虹色なんやけど。めっちゃ強そう。ほんで、ゴールドの代わりにアイス入れて。これ強いやろ。じゃ、次試してみよっか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、ジャンプ。はい、ジャンプ。ナイス。マジか。25。いて。よいしょ。はい、よいしょ。よしよしよし。ふぅ。今回、謎解きっていうより、アクションっぽいね。あ、セーフポイント。結構セーフポイント多くね？よし。おい。おい。おい。あ、キノコ出た。ナイス。え？また同じとこ来た？でもなんかあれやね。さっきより数が多いな。まあ、数が多くても、俺の敵にはならんぞ。さあ来いよ。もう出てきたところ、コッパみじんにしたる。ほら、無理か。あ、燃えた。あ、これバケツ持ってた。燃えんの。あ、すげえ、おもろい。ほら、どんどん燃やしたれ、燃やしたれ。ほら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 。いいな、こっちの方が楽やな。ちょ、危ない危ない。走り回らんとって、走り回らんとって。ちょっと危ないから。ん？何？なんか怒り出した。え？うわ、じわじわ来るんやけど。
なんなんこれ。ほら、危な。え、自分で燃えてる。自滅や。自滅特攻隊や。やっぱまだいる。おお、ナイス。ハートちょうだい。ナイス、いいね。結構ダメージ食らうな。ギミックのダメージがでけえ。あ、また違うところ。きっと危ない。なんかすげえとこやな。てかだいぶスカスカーな。でかくねこれ。埋めていかないと取られへんねんけど。こことか。あ、あいつ懐かしいな。おったな、あの船の時に。よいしょ、いけるか。よし、いった。危な。あ、ちょ待って、これ欲しい。取れへんか、こっちからか。てか奥の火の像を敷き詰められてるんやけど。出た、そこどけ。よし、じゃあここでこの炎のやつに氷のハンマー使ってみるか。これはだいぶ強いぞ。ほんでパタパタにはポイ投げハンマー使ってみよう。よし、じゃあまずはアイスハンマーからいこうかな。ほい、ここ 45? ちょっと待ってや、弱点やばすぎん。2倍はないか、 1.8 倍ぐらいあんねんけど。よし、キラポイ投げハンマー。はい、46。あれ、なんで1匹しか当たらないのお前。なんでやねん。はいはい、ほい、ナイスー。あ、ファイアフラワーや。いいね、炎つながりって感じ。あ、お宝発見全部1個しかないの。マジか。でももうすぐボスなんかな。なんか床落ちそう。違う。あ、な、ちょ、なんか来てる後ろから。やばいやばい、危ない。よいしょよいしょ、ちょ待って。うん、クロンちゃんクロンちゃん。おい、余裕。あ、ちょ待って、もうボスじゃねこれ。 BGM 消えてんけど。回復もある。うーわ、絶対ボスや。ラスボス感すげえ。よいしょ、おい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 。うーわ、石油がいっぱいある。人儲けできそうやな。ん、なんか聞こえたな。マリオさん、今の声ってひがみか。うーわ、出た、ファイヤーや。紛れもないファイヤー出てきた。うわー、これ天敵ちゃうの、紙の。うーわ、あ、これ周りの黒いの全部石油か。逃げれんなってもうだの。かっこええ、ひがみ様ですわ。心も体も燃えてますのね、メラメラですわ。でもやっぱり折り紙にされちゃってます。お願い、静まって。いや、今回どんなバトルになんねやろ。火やから多分ルートを制限される的な感じやろうな。すごい大きな翼で飛んでます。さすがひがみ様ですわ。これまずジャンプできひんやろな。ハンマーしか無理そう。さあどうしましょう。さあ何をしてくる。ん、何もしてこうへん。あ、何もしてこうへんな。ほんで多分ハンマーは届かへんから、やっぱり初手はこの神の手やと思うね。うーん、じゃあまず真下行くか。真下に全部揃えちゃいたいが、このパンチマシーンが邪魔。ということは左にやって、ここでつなげるか。 OK、 これでいきましょう。てか神の手でつかめんのかな。めっちゃ熱そうなんやけど。よいしょ、水神の魔法陣とか必要っぽいよ。いらんかな。握る。あ、あ、ラッシュ、え、嘘、熱っ。全然叩けへんねんけど。え、どないしょう。待てよ。うん、危な。25、ガードして 25? フェザーストーム、熱っ。なんなん、俺の目の前にあんねんけど。
あら、ひがみ様の羽が取れると体力も減るみたい。ほう、なるほど。羽がなくなるとガリガリになっちゃうのかしら。鳥って大変ですわね。うん、ダイエットとか楽そうや。え、でもちょっと待って、俺の目の前にあんねんけど。これもうツミちゃん、ルート注意報、地面の羽が燃えてます。それだけ。あ、じゃあこれ動かせばいいのか。あ、なるほどな。ということは、え、ちょっと待って、パンチマシーンとこにもあんねんけど、これ。パンチマシーン使えへんのか。じゃあ右行って、プラス1して、あ、じゃ待てよ。このメモ取りたいな。メモ取りたいが、いやー、ちょっとメモ無理やな、今回。プラス1して、パンチングマシーンするわ。うん。よし。はい、はい。ほい。ここジャンプ、ポイ投げハンマーかな。アイスハンマー行く。まずアイスハンマー行くわ。攻撃2回あるし。ほんで次に、キラーアイアンブーツ。これで行こう。行くぞ。え、やる気ないやん。おい。あ、踏める。マジか。踏めんのか、こいつ。敵のアクション。ここ。あれです。つえー。え、追加？ちょっと待ってや、追加は多ないか。3分の1埋まってしもてるんやけど。ファンファンファン、ルート警報、ルート警報。萌え萌えの羽がいっぱいすぎて早く消さないとルートどころじゃなくないですか？消す？これ消せんの？火を消してって言ってるけど。逆にこれ踏めばいいのか。踏めば消える的な。ほんで下行って、プラス1して、手紙取って、OK、これでいくか。消せる？え、消すってそんなお前、自分の身を犠牲にして消すの？やばいってそれは。めっちゃ食らうんやけど。地面に欲しいパネルがなければ宝箱を開けてみよう。そんなんいらんわ、お前。そんな情報いらん。チュートリアルやないか。じゃあ踏めるってこと分かったから、キラキラアイアンやって、ほんでちょっと回復しよっか。体力がないな。オッケー。おい、あれ、ダメージ一緒や。マジか。ほんで回復。ここ、よし。え、まだ追加するの？ちょっと待ってや。消し方あるか？なんかこれ。あ、応援？応援することによって、こいつが攻撃してくれるから、消えるんじゃね？あ、消えへんか。マジか、消えへんのか。え、どう消そう。ここで神の手、ん？アイスフラワーダメ？アイスフラワーダメって今キノピオ言ってたな。で、唯一手に入れたアイスフラワー使ってみる。オッケー、ナイスキノピオ。じゃあここはもう食らうのシャアなしで、1個黒手。え、ってか2個刺さってない？ 2 個刺さってるんやけど。おいおいおい、強すぎませんかそれは。こうして、で、パンチングマシーン。オッケー。いて、18ってか。ほんでアイスフラワーやって、アイテムで倒すのか今回。パワーブロック、いや、これは違うな。飛んでるもんな。で、アイスフラワー使ったらさ、なんか落ちてくるとかないかな。それ読みのアイスハンマー行く。いや、てか体力めっちゃ減ってるやん。このまま押せばいけんじゃね。いけるぞ。いくぞ。はい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 。は？おい、キノピオ、お前何してんねん。お前、キノピオ、お前、嘘つっきょるんか。嘘やろ。ちょ、待ってや。いや、回しもんか、どっかな、あのキノピオ。ちょ、もう足元がないんやけど。え、どう消せばいいんや、これ。ん？じゃ、オリビアちゃん、なんか教えてよ。これ全部一気にお水とかで消せないかしら。え、水神様があればいけるんやけど。
これ宝箱、あ、もしかして宝箱開けたら水神のマーク出てくるとかないかな。それあるな、その可能性あるぞ。それでやってみるか。宝箱を優先的に開けるからこうして、回復もないのか。残り1は攻撃でいいかな。いて、いて、いて、出ろ。あ、出たんじゃね。水が見てた。そういうことか。やっぱりあのヒントは正しかったのか。じゃあここは回復して、じゃあ次水が見やるわ。はい、オッケー。79あればいけるやろ。よしよしよし。あ、でもめっちゃガリガリになってきてない敵。このままほっといても自滅しそうやな。真下で、恩を叩いて、ほんで水神をやると。 OK、 もうこれでいいでしょう。うん、はい、よし、ようやく全部消せるぞこの日が。行きましょう。魔法陣発動、水神の力。うわ、神 VS 神はかっけえ。うらっ、よしよし、全部消えた。ナイス。しかも地面落ちたぞあいつ。ここでアイスハンマーでもいいけど、神の手いくか。うん、日神様ももう燃えてません。今なら触っても熱くないかしら。よし、決めるぞ。っしゃ、ラストはもちろん魔法陣アタックでしょう。いきます、神の手。さあどこを持っちゃおうかな。うん、ここか。ほらほら、あんま食らわねえ。マジか。ナイス。うーわ、また爆発してんけど。え、ちょ、まえ、また全部燃えてんけど。フェザー回収。おい、ふざけんなよ。神の手で叩くタイミングが良くなかったのかしら。マジ、あっぷな、あっぷな、いえ、4回こ、フェニックスってことかこいつ。マジかよ、もう死にかけないんやけど俺。ちょ、キノピオマックスでやってな、回復してくれへん、頼むわ。俺も死にかけやねん、お願い。回復して、回復して。ナイス、キラキノコ。アイテムはいらんねん、回復してくれ。ナイス。それ人また1からって、これきつくね。こうして宝箱を開けて水神出すか。いや、ちょっと待ってよ、水神は多分最後の、確実に決められるっていう段階でやるべきなんかな。まずはジャンプ、ジャンプしまくって削るか。 OK。 ほい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 、さあもう一回、ほいほいほい、よいしょー。オッケー。じゃ、次今回水神出すわ。こうして、水神出るやろ？はい、ナイス。ほんで、ここでちょい削り挟んで、ほい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 、オッケー。やから、とりあえず、もうあと一撃で仕留められるところまで、この、なるべく火を避けながら、地道に攻撃していくわ。ここで回復も取って、こうプラス1して、あー、どうしようかな。回復もしたいけどプラス1も欲しいな。これしゃあないか。一応オンだけ踏んどくか。 OK、 オン踏んで回復して、ここでもう一回踏むと。よいしょよいしょよいしょ。はい、お、ちょっと待って、なんかめっちゃでかいやつあんねんけどこれ下のやつやばくね。だからとりあえずそれも避けながら行きたいから、真下、もう最短ルートの方がいいよな。プラス1、ほんで殴る。 OK、 これで、まず片方が、キラキノコ使っちゃうか。ちょ、怖いな。ほんでキラアイアン、よし、まずここで満タンにします。次のターンあたりで水神無理かな。
ワン、ツー、スリー、フォー、オッケー。はい、ガード。ここのフェザーストーン、いや、もう一回か。もう一回ぐらい、念のために、様子見るか。よし。ここは、俺攻撃しん方がいい気がすんねん。多分そのまま削り切ってもまた復活すると思うから。ここは、何もしないのがいいと思うから、何もせんとくわ。これでいいはず。はい、10枚取って、ファイヤーボール黒で、はい、フェザーストーム振る。オッケー。これならもう次、仕留め切れるから、よし、ここで水上行くか。あ、ちょっと待てよ。敵のあの羽全部、下ろしてからとかそういう必要ある？残り2本残ってるよな。ちょっとの、あの残り2本気になるから、ちょ、それだけ吐かせるわ。あの羽が残ってる時点でダメなんかもしれん。よいしょ。OK、フェザーストーム出し切っ、いや、出し切ってないな。え、あのもう1本どうなんや。俺気になる、それが。ここでハートだけ取っといて。OK。じゃあ、あの日、あと1本出させるわ。念には念を。はい。OK。あ？あ、もうこれ以上出さへんのか。OK。そうと分かれば、とどめ刺しに行きますか。おい。おい。よいしょー、シンカー、うれ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 、あれ、ええ、あ、捕まえやって出た、むしる、そんなかわいそうな、うれ抜けた、髪の毛抜けてしもた、イエーイ。いや、手強かったな、こいつ。まさか復活するとは思えんかったわ。フェニックスかっけえな。出ました、ヒガミ様の書。おい。ヒガミの書。さあ、オリビアちゃん、折り方を覚えようか。頼むわ。わあ、これはすごいですわね。とっても複雑。いける？オリビアちゃん。特に羽のところなんて、山折りと谷折りが入り組んでややこしそう。いけるかな？いや、おお。ほな、折りますか。いきます。オリビアちゃんの変身コーナー。わ、今回は赤色の折り紙を使って山折り谷折り入り組んでおります。いつもより多めに山折り谷折りしております。うわ、すごい、尻尾のとことか。燃えてる。そんなとこまで再現できんの？とってもドキドキしています。この気持ちもう止められないかも。高ぶりすぎや。燃えてますわ。うわ、どこ行くの？オリビアちゃん、帰っといて。オリビアちゃん、おー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 おお。あ、火消えた、すげえ。あ、ゴンドラや。え、あれどこ行くんやろ。ちょっとあれだけ乗って終わろっか、今日は。あ、帰ってきた。かわいい。ハートの熱いものを全部吐き出したら、火が出ちゃいました。あら、鳥さんたちも私に釣られて燃えちゃったみたい。これで、なんかキノピオタワーに火が見つかうとこあったよな。あそこに行くべきかな。あ、それ、ケツから火出てる。おお、こんなとこから帰ってくんのか。危ないよ。危ない危ない。おお、先生、ただいま。意外なところから戻ってきたな。しかし無事で何よりだ。ん、なんかお知らせ来てる。
バトルお助け機能、パズル正解表示マシーン。何それ、俺にうってつけのアイテム出たやん。キノピオタウンのバトル研究所か。ちょっと欲しいな。はい、と言いますことで今回はこの辺にしておきましょうか。今回ね、目を探す予定やってんけど、まさかのひがみを攻略したということで、多分次回このキノピオタワーの謎を解き明かすんじゃないでしょうかね。というわけで、ひがみのオリビアちゃん可愛かったよって思ってくれた方はグッドボタンを押してくれると嬉しいです。それではまた次回、お疲れ様でした。バイバイ。